梅窓院は、東京都港区南青山二丁目にある浄土州の寺院。青山通り沿いに面している。江戸33観音霊場の第24番札書。摂津天ヶ崎城主の青山行成の死後、皇后の梅窓院殿、皇与清香る大前城門から名を取って1643年に、下屋敷内に建立され、美濃九条藩主青山家の母大寺となった。 郡上藩主青山家の下屋敷が梅窓院として浄土宗の寺院になったのは1643年のことである。郡上青山や初代当主の青山幸成が病死すると、その遺体は長男幸きにより、下屋敷敷地内で仮葬された。その仮葬地に建立された寺は、次号は幸成の法名である梅窓院殿、公与清史大前城門から、 三号は、雪成の夫人の法名から名を取り、超青山法事寺梅窓院とされた。その後、増上寺の中高の祖とされる、座陽が解散要請し、南流が解散したとされる。江戸時代初期に町奉行を務めた、青山忠明の北青山家より分立し、南青山家と称した雪成の家系は、その後十二代にわたって、梅窓院に埋葬された。 過去町では藩主及び一族145余命の法名が確認でき、梅窓院の敷地内には南青山家にまつわる124元の墓碑と供養塔が存在する。また、面積約27万平方キロメートルの敷地内に10万、4人が眠る青山霊園は1872年に南青山家下屋敷跡地の南側を墓地としたもので、 1889年に当時の東京市に移管された。平成に入り、青山通り沿いで地下鉄の便も良い梅窓院は墓地を改装し、2003年には熊健吾による設計でガラスバリア、バリアフリーを特徴とする高さ5階、地下2階の本堂が再建された。青山通り沿いにある妄想地区が植えられた山道を通って山門をくぐれと正面に案内所がある。 案内所の右手側に寺院棟があり、案内所の奥に墓地がある。2003年に建築家の熊健吾によって再建された。寺院棟と住居棟の建築構造は以下の通り、寺院棟住居棟、九条藩主青山家菩提寺として、青山幸成以下120名余りの墓がある。また、青山美雪隆の墓石にはキリシタン道路が利用されている。その他、 歌人の伊藤松健、画家の伊谷桂線、板伊桂屋来、十家の川北梅山、角田、青慶、角田清良、以下の竹内玄道、竹内正信、兵学者の山脇正斎、さい、天狗タバコのタバコ製造販売者の岩谷松平、政治家の平松時康、林田亀太郎、僧侶の木山城人、レオナルド・ダ・ヴィンチ研究家の小島木久夫などの墓がある。 本尊の太平冠ゼオン菩薩は、大和東大寺大仏殿に安置されていたもので、元人が中国から将来したものと言われる。源の頼親が、欧州合戦の際に年次仏として持参し、その後南部化を経て、青山家に安置されることとなった。ありがとうございます。